かつて歴史を修正した英雄がいた。これはその2年後の物語である。例の超重要任務、お前に決まったぞ。さっさと戻ってこい。そして今、新たな脅威がドラゴンボールの世界に最大の危機が迫る。あなたは歴史の修正に集中してください。やめろフリーザー。最近また急に歴史の改変が起きるようになって、手が足りなくなってしまったので、老海王神様とあなたにも手助けをお願いすることになったんです。火が高まる、溢れる。これからが本当の地獄だ。ほら、今だぞ。しょ、今俺の追っている奴らが裏で糸を引いてるんだと思います。広大な拠点コントントから様々な時空へと旅立てる。サイドストーリーとして展開される新たな任務、潜入捜査。ナメック星やカプセルコーポレーション、時にはフリーザ軍兵士に志願するなど、多種多様なドラゴンボール体験が可能に。俺たちの邪魔をしたことを後悔させてやろう。さまざまな強敵を君は倒すことができるか。種族の戦士、覚醒技を搭載。種族に合わせ新たな形態で戦える。機弾のカスタマイズまでも可能。これは全く予想だにしない歴史改変の物語。ドラゴンボールの伝説を守り、平和な未来を守れ。プレイステーション4用ソフト、ドラゴンボールゼノバース2、11月2日発売予定。初回封入特典として追加プレイアブルキャラクター、悟空ブラック、そしてタオパイパイの柱に乗れるスーパーアイテムもご用意。バンダイナムコ